チス誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。防具のね、紹介をしようと思うわけですが、まあ、一応ネタバレ注意ということでよろしくお願いいたします。防具映るからね。で、ですね。まあ、今回ご紹介するのは、初心者用というか、まあ、アイスボーンに入って、私が、まあ、とりあえずクリアしたんですけども、これがあれば、あと、まあ、なんとかなるかなといったところの、うまくない人向けですね。どっちかっていうと、安全かつ最低限の火力を、維持したい。まあ、そんな人向けでございます。僕はまあちょっと攻撃の方には触れないんですけども、では、ご紹介していきます。ちょっと今、セットでね、セットで装備してますんで、一個ずつ。さあ、実はこれ目玉。スキル。これですね。ウルグマフラーベータ。こちらですね、氷耐性と乗り名人がついておりまして、まあ、このシリーズ、一箇所しかないシリーズって、ワールドではいまいちだと思われがちだったんですが、今回は、乗り名人あると便利です。というのもですね、まあ、クラッチクローというのができまして、開幕なんかね、敵を石に壁にぶつけたりして倒すとか、まあ、簡単に言うと状態異常が1個増えたようなものだと思うんですけども、さらに、今回のね、この、アイスボーンの敵って、硬いんですよ。なんで、クラッチクローとかで傷をつけたり、ダウン取ったり、で、強打の装備とかでね、気絶させたりと、まあ、武器によって色々あるとは思うんですけども、その中の一つ、ダウン、ノリダウン。ノリダウンを取りやすくなる、このノリ名人。苦手な人はぜひ、これをつけてみましょう。だいぶ変わります。乗る方法はいろいろあるんでね。段差なんかもいろいろあるんで、もちろんちょっと武器によっても必ずしもとは言えないんですけども、とりあえず段差を使って攻撃すれば最初の1回目は簡単に乗れますんで、この乗り名人、これちょっとね、気にしてみてください。もし勝てない敵がいたら。あとまあ、慣れてる人でも、単純に、まあ、火力もモリモリやって、ガツガツいける人とかではなくね、ダウンした後、頭に傷をつけて、頭をズバズバ切りたいとかね、そういうことができる人はもうこの、乗り名人、一回ちょっとつけてみて。これで世界変わるから。さあ、そして次。ちょっとバラバラなんですよ、防具。ただ、すごい簡単なんで、作るのは。あ、順番でいっちゃうか。はい、ボロスグリーブ、ベータ。これね、スロットがものすごくよろしくて、気絶耐性2がついてるんですね。気絶、やっぱ敵の火力高いので、気絶は防止できるといいです。さらにスロット3つあるんで、今いろんなスキルつけられるんでね、今回このアイスボーンの防具だけで、すべてのスキルを、序盤から集めようとするとやっぱり無理があるので、まずとりあえずこれをおすすめしておきます。ボロスグリーブベータですね。逆になってるな。EX ブランコイルベータ。これ体力増強がついてて、序盤の序盤で、もう下手すると、ストーリーの開幕でゲットできてしまうかもしれませんね。スロットも4と1がついてますんで、結構いい感じです。耳栓はね、今回、これは人によるのかもしれないけど、タコスケはね、耳栓なくて大丈夫でしたね。耳栓よりも気絶耐性って感じだったかな。いや、吠えてくる敵はたくさんいるんで、もしかしたら、動き止められるの苦手な人はね、耳栓もちょっと高めてもいいとは思うんですけども、個人的には耳栓はなくても、とりあえず、ストーリーやる分には問題なかったです。そして、あ、ここか。あ、二つはそこですね。バフバロシリーズ。両方とも序盤で手に入ります。バフバロメイルベータとバフバロアームベータ。まあ、スロットはまあそこそこといったところ、このね、スロット4のスキルって、いろんなクエストで確定でもらえたりするんで、掘る必要があるんですね。でもストーリーでもちょっともらえるんでね、そういったものをはめられたらいいと思うんですけども、やっぱり早食いはね、便利ですね。この早食いがないと、回復してる間にまた食らって、また回復薬を飲むっていう流れがね、出てきます。これ結果的に遅くなってしまうんで、どうしても被弾してしまう人は、早食いできれば3つけておきましょう。そして EX バフバロアームベータ。これ攻めの修正も入ってるんですけど、まあ、攻めの修正はさておくとして、とりあえず序盤で手に入る体力増強とスロット4ということで、これをおすすめしております。
でですね、先ほど説明した防具に関しては、まあ空いてるところに弱点特攻を詰め込むぐらいが限界かなと。昔のね、ワールドの手を装備とかね、つければ達人芸とかつけるんで、まあ防御力あんまり気にしない人だったら、ワールド時代の高性能なスキルがついている装備を使う方がいいと思うんですけども、とりあえずは、アイスボーンに入って中盤以降に、防御力と一緒に火力を上げたい場合、ただこれね、このね、ガロンシリーズとデスガロンシリーズなんですが、耐性がね、結構下がるんで、まあ3箇所ほど、選ぶといいと思うんですが、まあ、おすすめとしてはですね、とりあえず、これ、EX ガロンコイルベータ、見切りが2ついております。そして、EX デスガロンメイルベータ、これも見切りが2ついております。そして、足のこの EX デスガロングリーブベータ、これ整備ですけど、スロットが非常に優秀となっております。この3箇所は、まあ、他のでもいいけどね。砥石高速化とかいろいろあるんで、他のもいいですけども、まあ、とりあえず、この3箇所つけて、強靭研磨を発動させる。まあ、武器にもこれよりますけどね。武器によっては強靭研磨も必要ないかもしれませんけども、まあ、見切りをつけて、プラス弱点特攻で火力を伸ばすもよしと、まあ、他の部位でね、能力値を上げるもよしと。ちなみに、防音装備。まあ、これのガロンと合わせるならね、これですね。ボーンヘルムアルファが体力増強2と破壊王がついてますんで、まあ、先ほどの、なんだっけ、乗り名人とかを気にしないのであれば、これで体力増強をつけられますんでね。まあ、こういうのを、選択していくのがいいかなと思われます。はい。そして武器なんですが、まあ、別に画面出さなくてもいいかなと思いますので、簡単にご説明しますと、武器はね、まあ、じっくり行きたい人は、属性合わせたり、好きな武器作ったらいいと思うんですけど、とりあえずストーリー進めたい、一個の武器で戦い続けたい人は、毒か、爆破。この二つを選ぶといいかなと思います。あ、まあもちろん体験とかは別になってきますけど、他の武器であれば、毒とか、爆破の武器を選ぶのがいいかなと。まあハンマーとかだとね、毒爆破よりも麻痺とか睡眠の方が良くなってくるかもしれませんけども、まあ、とりあえず、物理攻撃力が高くて、状態異常のついている武器を、個人的にはおすすめします。はい。まあ、武器に関してはね、もう見た目とかの好き嫌いの問題もあるし、モンスターの好き嫌いもあると思うので、これ以上は特に言及しませんが、まあ、とりあえずね、まあ、あとね、チャージアクスや、ガンランスに関しては、あとはまあ、ヘビーボーガンとかね、に関しては、ちょっと選択の選び方が違うので、そこはちょっと一概には言えませんけども、とりあえず他の武器であれば、状態異常系で攻撃力の高いやつをおすすめいたします。はい。そして、武器防具ではないんですけども、これは絶対にやっておかなきゃいけません。セリエナの船乗りいますよね。こいつの交易船をすべて素材アイテムにしておきましょう。普通に討伐してると結構倒さないといけない、純レアアイテムですか。すげえくれます。これ、素材にしておかないと、先ほど言った、状態異常系の武器とか作るとき、絶対周回数めちゃくちゃ多くなるんで、セリエナの船長は素材にしておきましょう。それからですね、お供アイルーじゃねえや。なんだっけ。アイルー冒険。アイルー冒険シリーズ。ここでやれますね。ルームサービス。これ、お友達探検隊。これ、必ず行かせておきましょうね。これ、細かくやっておきましょう。ワールドでしばらくやってなかったんで、あれかもしれませんし、一見、そんなに使えるものがないように見えますが、こちら、太古の破片。これ、集めておくと、結構便利なんでね。これ取っておきましょう。まあ、そんな感じかな。はい。というわけで、まあ、序盤からちょっと中盤にかけてのね、戦闘が苦手な人へのおすすめでございました。まあ、そうですね。とりあえず、敵の足を止める。まあ、戦闘のコツとしては、ちょっとね、ややこしく感じるかもしれませんけども、まず、傷をつける。で、
壁にぶっつける、強打の総意で殴る、そして、乗れる時に乗る。これですね。これが、少しできるようになってくると、かなり、ソロなんかは楽になってきますんで、ついでなんでね、素材集めるついでに少し練習しておきましょう。罠とかもね、バンバン使っていった方が絶対いいんでね。罠なんかも積極的に使っていきましょう。それでは、皆さんの、良き、ハンティングライフを祈っております。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。